よかったぜ。警察からうまく逃れてきた。よかった。そしてあいつらはいなくなってんじゃねえかよ。この部屋を物色させていろいろいただいちゃおうかな。おお。お前、お前なんだ。お前。ここは地球人の部屋のはずだぞ。地球人？俺も地球人だ。仲良くしようぜ。俺は今ここでこの部屋にあるものをな、物色していただこうと思ってんだよ。なんだと？それは人の家に勝手に入るという全くもって不届き千万な行動だ。この私は宇宙のテクノロジーで制裁を加えている。くらえよ。消えてなくなったか。どうだ、おや、サングラスだけが残ったようだな。私もかけてみよう。私がかけると似合うだろ。宇宙人オン宇宙人だ。そんなことはどうでもいい。何やら地球に来てない間にいろいろとベイブレードのトレンドが変わったようじゃないか。もちろん私も宇宙チューブで確認している。今日はこのガイストファブル、あと無限ドライバー、この組み合わせだ。この組み合わせだ。非常に反則だ。なぜかというと一回セットすると外れない。こいつをバーストさせてやろうというのが今回の企画だ。企画じゃない、企画じゃない。そして宇宙で流行っている改造、これが最強改造と言われるものを持ってきたぞ。これはバスター X カジタワンダッシュヒットエクストリームダッシュだ。これは硬いぞ。バーストモードになっているし、デビルチップも入っている。まさに最強だ。これでこの硬いガイストファブリル無限ドライバーを撃破する。そんなわけで今回はこのバスターエクスカリバーでガイストファオニンの無限ドライバーと戦ってみたんだが、こいつは反則だ。ロックが取れた状態なのか。ようやく取れた。硬すぎた。これに勝てるわけないだろ。すると10月の中旬にこの電動が2つついたスタジアムが出るらしいの。もちろんチェックしていくぞ。そんなものを地球人は開発したか。こんなをしているうちに、さっきの地球人のよう、地球を侵略してやるからな。わかったか、地球人。ということで、今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そして、ぜひお友達にも教えてあげてください。それと、今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。たまに宇宙人も出てるぞ。それとチャンネル登録が真ん中あたりからよろしくね。たまに宇宙人も登場するということで、今回は以上でございます。バイバーイ。